こんばんは。とある日のホライフニュース。キャスターの蓬莱ライフです。今日はこちらのニュースから。ハイパーレッドストーントーチ、必見です。というわけで、本島マイソン某所にやってきました。早速ですが、トロッコ発進です。総延長368メートルの洋上パワードレール路線。一見何の変哲もないこの線路ですが、何かが圧倒的に足りないのです。そうです、レッドストーントーチです。ホラ話と思われるかもしれませんが、実はこの368メートルのパワードレール、終点の隣に設置した、たった一本の、ハイパーレッドストーントーチによって、動力が供給されているのですよ。いやいや、何か小細工してるでしょ、というツッコミが入りそうですので、終点に到着次第、トーチを撤去して、パワードレール全てがオフ状態になることを、確認してまいりましょう。ちょっと早送りいたします。トーチ撤去後、早送りでレールを確認します。ジャンプしながら走りますので、ちょっと見づらいかもしれませんが、先ほど撤去したトーチ以外の、レッドストーン動力源が一切ないことが、証明できたと思います。願わくば、皆様のマイクラ世界でも、これが再現できますように、祈っております。それでは参りましょう、レッツホライフ。とっても簡単、でもちょっと大変な、ハイパーレッドストーントーチの作り方。それでは、この2本のレールの起点に、ハイパーレッドストーントーチを設置します。はじめに、レールの起点の方から、トーチを2本設置します。7マス進んで、2本設置。トーチ間の空きマスが6マスになるように、終点まで設置していきましょう。ただ、この設置方法が面倒な場合は、レールの隣すべてのマスにトーチを設置しても、おそらくは問題ないはずです。まあ、結局撤去することになるトーチですので、少ない設置数で済む動画内での方法を、推奨いたします。それでは、今度は終点から起点に向かって、トーチを撤去していきます。必ず終点側のトーチから撤去してください。間違って奥側のトーチを先に撤去すると、設置作業に逆戻りする羽目になります。さあ、もう少しで作業終了です。起点に隣接したトーチ1本が、ハイパーレッドストーントーチになりました。レッドストーンブロックでも、同じことができるはずですので、用途に応じてトーチと使い分けてください。しかし皆様、申し訳ございません。これには致命的な欠陥があるのです。致命的な欠陥、それは、レールの隣にブロックを設置すると、トーチのハイパー状態が解除されること、こんな目には会いたくありませんね。というわけで、このテクニックを使う際には、先にレールの隣の構造を仕上げてから、最後にハイパー化の作業を実施するのが、良さそうですね。それでは、スタジオにお返しいたします。無限の動力を秘めるかもしれない、ハイパーレッドストーントーチ。皆様のマイクラ世界にもあるといいですね。ですが、皆様、これはあくまでもホライフニュースですので、真実かどうかは皆様のご環境次第です。とある日のホライフニュース。キャスターは蓬莱ライフでした。